祝福するキリストは1500年頃に制作されたイタリアのルネサンスキベネツィア派の巨匠ジョバンニ・ベッリーニによる絵画である。現在、米国テキサス州ホートアースにあるキンベル美術館に収蔵されている。本作は右手を上げながら赤い杖をもう一方の手で握っているイエス・キリストを描いている。キリストの傷は手と胸にわずかに見える。影は キリストの復活が真実であることを示している。一方、背景の風景には、復活を意味する多くのモチーフが含まれている。パネルの左側にある、枯れた木と、孤独な鳥は、旧約聖書に記されている、古い契約を表しており、その、古い契約からキリストによる、新しい契約が生まれてくることを意味する。左下隅にあるつがいのうさぎのは再生のシンボルで、あり、 右下隅にある3人の衣服を着た人物は3人のマリアである。遠くにある首郎はキリストと教会を通して救いを見出せるというメッセージを伝えている。鳥の種類はあまり明確ではないがカササギであると言われている。この鳥はピーテル・ブリューゲルの高主台の上のカササギにも登場する。作品はキンベル美術館に所蔵されている。2017年1月。 ジョバンニベリーニ、ルネサンス・ベネツィアの信仰の風景展で、マリブのジェポール・ウェティ美術館に展示された。ジョバンニベリーニ、クリスト・ブレッシング。キンブル・アート・ミュージアム、2019年5月8日閲覧。クリスト・ブレッシング。グーグル・アーツ・アンド・カルチャー、2019年5月8日、閲覧。ジェンキンス・アンタング・リング・ザ・ミステリー・オブ・ザ・バード・アンド・ザ・クロス・イン・イマスター・ピース。 あら、2019年5月8日閲覧。ナイト、ベリーニマスターピーセスアットザゲッティメイク、ホワンオブザイヤーズ、ベストミュージアムショーズ。ロサンゼルスタイムズ、2019年5月13日、閲覧。ありがとうございます。